激しく破損してるな。屋根落ちてる。なんとか場、あ、炊事場ですね、これ。炊事場って書いてます。はい、というわけで、ね、ちょっとね、雨降ってるんですけど、少し雪混じりな感じですね。結構標高が高い場所に、来ております。で、この先にね、ちょっとね、気になるスポットがあるんですけど、まあ、毎回気になる言ってるんですけど、今回はちょっと、なんだろうな、すごいなんかちょっとまた変わった施設がこの先にあるので、ちょっと行こうかなと思います。まあ、ちょっとね、歩くので少々飛ばします。で、一つね、気になる点があるんですけど、まあ、この、まあ、何もない山の中にね、電線が、まあ、電柱があります。まあ、比較的綺麗なものなんですけども、まあ、一体この先は、まあ、これがあるとね、絶対なんか電気を使う施設、まあ、建物があるということをね、意味してます。さあ、何があるんでしょうか。道はもうね、めちゃめちゃえぐれてます。ちょっとこの先を行ってみましょう。ちょっとね、寒いですけども、まあ、感じ的にはね、なんか鉱山のようなね、雰囲気もあるんですけど、ちょっと独特なね、独特な岩というか、鉱山でよく見るような岩がごろついてます。よし、看板があります。あてつまんさくの森書いてますね。どういうことなんでしょうか。おー、フィールドマップね、大阪フィールドマップ、なんだろうな、ここ。ちょっと行きましょう。なんかどんどん道が険しくなってきてますけども、なんか洞窟があります。こんなところにね、これは情報にはなかったぞ。ちょっとなんか鉱山のような、来てますね。なんかあるのでしょうか。なんか建物があります。なんか小屋みたいな感じですね、これは。これはちょっと石がちょっとわからないですけど、何かしらの
石があるということは知っていたんですけども、まあ、一体どういうものなのかというのはまた ぜひあのウィキペディアじゃなくて、あ、ウィキペディアかで調べてみてください。よし、この電信柱はどこに続いてるんでしょうか。ここで電信柱がこっち側の道を行ってますね。何かあるのかな。何か見えてきました。これはなんだ、トラックの大きなタイヤと、丸太で、なんだこれは。奥にはこれはなんだ、ロープウェイの一部かな。ちょっと行ってみましょう。これは何だろうな。あ、でもあれ、あれか、入場ゲートかな。入場ゲートの小屋かな。これはここでおそらく先ほどの道の方で入場券とかを発見して車で進むみたいな感じだったのかもしれないです。まあ、おそらくで、その先にまだあります。おっとっとっと、非常に足場が悪いんですけど、これは丸太があるので、丸太小屋でもあったのかな。こっちにお風呂があります。ここで働く従業員の宿泊施設でもあったんでしょうか。その中にはパイプですね。パイプと、これは簡易式のトイレがあります。で、その下には、自転車があります。まあ、不法投棄なのかちょっとわからないですけど、ちょっと行きましょう。その先にはここ家があります。関係の施設でしょうか。どっから入ろうか。茨が、管理小屋のようです。
東芝の VH7175、 ちょっと帰って、年代を調べてみます。これでどれぐらいに設置したのかが分かるかもしれません。これはまた牛乳入れるやつかな。これはパネルかな。あーでもこれ違うか。屋根が落ちてる。まあ当然この冬になったら雪がすごいので、雪のために落ちたのかなと思います。これは何だ。なんて書いてる。歓迎、歓迎なんとか、なんとか場、あ、炊事場ですね。これ炊事場って書いてます。炊事場だったんですね。よし、ちょっとこの先行きましょう。まだ電信柱が続いてるので、ここが水市場だとしたらこの先にキャンプ場があるのかもしれない。はい、というわけでね、先ほどずっと奥の方に行ってもただ広場になっててもう何もない状態でした。完全に更地の状態で、おそらくもう何かあって多分更地にしての今に至るだと思うんですけど、この目の前にある管理炊事場がだけが今、残ってます。まあ、感じ的にはおそらく、まあ、レクリエーションとかするようなエリアだったのかなと思います。それこそ山の学習とかそういうちょっと課外活動的なエリアだったのかもしれません。定かではないですけど、まあ少なくともそんな感じなのかなと思います。いやー、まだここ残ってるとはね。煙突がありました。進めない。やべ、大きな釜が、なあ、これは何だ。
五右衛門風呂かな。この横しにあのホースがあります。ここにおそらく、なるほど、ここね、水を溜めてるタンクですね。で、まあ、これこっちが多分お風呂かな。そんな感じでございます。終わろうと思ったんですけど、まあ、今日はこんな感じで終わろうかなと思います。ここに帰ろうと思ったらまた痕跡が分かりました。ここにね、これ多分おそらく間違いなく電信柱だったようです。83、86って書いてます。あの車の車検ステッカーみたいな感じの、なんか真ん中に年号が書かれて、その横に、月日が、1月から12月まで刻印されてます。おそらくこの点検日の車検のようなものなのかなと思います。86から、ないですね。おそらく86年以前にこの電信柱を切ったと。もう買い替えたのかな、多分これね。あんまし関係ないか。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。